コンコルド墜落事故は商業用超音速旅客機であったエールフランス所属のコンコルドが2000年に離陸直後に墜落した事故である。コンコルドの人身死亡事故としては唯一の事例であるが安全性に重大な疑念が生じたため当局により対空証明が取り消され、コンコルドはこれ以降長期にわたり運航停止となった。2001年11月7日に 運航の再開が認められたが、直前に発生したアメリカ同時多発テロによる世界的な航空不況により、コンコルドが退役したために、これが最初にして最後の墜落事故となった。また、2000年にはエールフランスを含む4社が航空連合スカイチームを創立しており、この事故はスカイチームの歴史上初めての死亡事故となった。2000年7月25日、 エールフランス4590便は13時30分までに全員が搭乗手続きを完了した。出発前の点検で第二エンジンの逆噴射装置に警備な問題が判明し部品の交換を必要とした。これにより出発は1時間遅れた。15時54分乗客はコンコルドへの搭乗を開始し16時35分に離陸の準備が完了した。 管制塔は滑走路 26R からの離陸を指示した。16時42分、コンコルドは離陸滑走を開始した。コンコルドが時速3 2 3トルに到達した時、管制塔からはコンコルドの後ろに黒煙が発生しているのが目撃された。機体はすでに滑走路の半分を走り終え離陸決心速度を超えており、滑走路の長さから 離陸中止はできなかった。16時43分15秒、コンコルドは黒煙を引きながら離陸した。操縦席からは、その状況は目視できなかったが、管制塔からの緊急連絡で機体の状況がパイロットに伝えられた。また、操縦席の警報も機体が深刻な状況にあることを伝えた。操縦士は着陸装置を収納しようとしたが、動作しなかった。 離陸から15秒後、高度はわずか30メートルで、すでに飛行に支障が発生していた。機長は緊急着陸のため5キロメートル先にあるル・ブルジェ空港に向かおうと高度を上げようとしたが、エンジン水力低下やエルボンのコントロール消失により、高度が低下し、やや左に逸れて飛行した。やがて機種を上にした状態で失速し、離陸から2分後の16時45分に、 シャルル・ド・ゴール空港から南西約9500メートル離れたバルドワーズ県ゴーネスにあったオテル・イッシモの別館レストランの敷地の北側に現地時間午後4時44分に後部から墜落し巨大なキノコ雲が発生した。機体は南の方角に砕け散って炎に包まれた。機体の前半部を除くほとんどの部分が消失し、オテル・イッシモの別館も全焼した。この事故により、 乗員9名、乗客100名の搭乗者109名全員と、墜落現場付近にいた4名の合わせて113名が死亡し、10名以上が負傷する大惨事となった。また、この事故により発生した火災の沈下まで3時間を必要とした。回収された残骸を模した美術作品4590便として運航されていたコンコルドには離陸前点検で、 左翼内側の第二エンジンに異常が発見され、脚噴射装置の部品を交換していたことで予定よりも出発が遅れており、この点も事故原因との関連が疑われた。また4590便にはツアー客以外の荷物19個が積まれたことが分かっており、テロの可能性も検討されたが、事故の原因を決定的にしたのが滑走路に残されたタイヤの破片であった。 フランス運輸省事故調査局は2001年1月5日に事故原因として、まず離陸中に2番タイヤが破裂したことを挙げた。車輪はダンロップ製、タイヤはグッドイヤー製で1996年からコンコルドに使用されるようになった。4590便が時速 323km で離陸滑走中にタイヤが破裂し、 空気圧と遠心力で吹き飛んだタイヤの破片のうち、重量 4.5kg の比較的大きな破片が、主翼仮面の5番燃料タンク外壁に衝突した。衝突部は大きく陥没しただけで貫通はしなかったが、主翼内部の燃料タンクにその衝撃が伝わり、圧力によって燃料タンクの全部が破裂して激しい燃料漏出が起きた。 漏れ出た燃料は霧状になって主翼仮面を流れ即座に発火した。これによってアルミ製の主翼は徐々に誘拐し、主翼のエレボンも脱落し、エンジンの水力も徐々に失われた。クルーは高度を上げようと努めたが、高度60メートルから上昇させることはできなかった。やがて機体はバランスを失い、機種を高く上げて失速したと断定された。 また同報告書ではタイヤが破裂した原因としてタイヤの破片に残った金属片が食い込んだ後に注目した。その痕跡に一致するチタン製金属部品もほどなく滑走路脇から回収された。これにより離陸滑走中に金属片を踏んだことがタイヤの破裂を引き起こしたと結論付けた。タイヤの破裂を引き起こしたと見られる金属部品について 5週間かけて捜索をしたところ DC-10 のエンジン部品の一つと判明した。4590便が離陸する5分前に同じ滑走路を離陸したアメリカのコンチネンタル航空55便のエンジン部分を調べたところ第2エンジンの該当部品が脱落して亡くなっていることが確認された。コンチネンタル航空の DC-10、フランス事故調査当局は 問題の金属片を落下させたとみられる DC-10 の主翼を調査し、機材の消耗が著しく、機体のメーカーが定める耐久基準をも満たしていなかったと結論づけた。問題の部品は、正規の部品ではなく、部品メーカーで30年前に製作されたものであった。また事故発生の16日前に取り付けたにもかかわらず、落下しており、 コンチネンタル航空に整備ミスがあったと指摘した。そのため、AL フランスと保険会社は2000年11月にコンチネンタル航空を相手ドリソン外賠償訴訟を起こした。一方、コンチネンタル側は自社の金属片であったことを否定している。フランスの司法当局も2004年12月に事故はコンチネンタル航空の整備ミスが事故の根本原因だったと結論。 2005年3月に、コンチネンタルの刑事告発に踏み切った。2010年12月6日に、ポントワーズ経済裁判所は、コンチネンタル航空の過失を認め、罰金20万ユーロの有罪判決を言い渡し、同航空機の整備を担当した従業員一人に、禁錮15ヶ月の執行猶予付き判決を言い渡した。コンチネンタル航空はこれに控訴して争い。 ベルサイユ構想院は2012年11月29日にコンチネンタル航空、従業員ともに逆転無罪判決を出している。一方、並行する民事裁判では事故によってエールフランス航空のイメージが低下した責任はコンチネンタル航空にあるとして100万ユーロの損害賠償を命じた一新判決を指示した。墜落現場は小さなブロックに分けられ、 詳細な調査が行われた。左翼とビ部が地上に激突してできたクレーターも同定された。現場での調査が終了するまで4週間かかり、その後コンコルドの残骸は現場から搬出され、コンコルドが向かおうとしたルブールジュ空港の3つの格納庫に収納され、さらなる調査が行われた。機体だけではなく、ホテルの残骸も格納庫に運ばれた。ブラックボックスは、 事故の数時間後には現場から発見された。乗員乗客は、コックピットも含めて、全員、離陸時の着座位置のままで発見された。シートベルトは全員固定されていたが、座席は衝撃で粉砕されていた。乗客には20年間の貯金を、この旅行に当てた夫妻や、親子3世代で登場した6人家族もいた。ホテルでは、 事故の2日前に勤務し始めたばかりの女性も犠牲になった。ほとんどの遺体は火災によって激しく損傷していたため、法医学的検討によって判別が行われた。事故の2日後、事故現場に遺族が立ち入ることが許され喧嘩を行った。ブラックボックスの記録により、離陸時に左翼の1番2番エンジンの推力がほとんど失われていたことが判明した。離陸後すぐに、 コックピットの機関士は2番エンジンの火災警報を受けて2番エンジンをアイドリング状態にした。やがて火災警報は1番エンジンでも報じられるようになり、1番エンジンも急激に出力が低下した。1番エンジンの出力が低下した理由は燃料供給が不安定になったこととサージングであるとされた。 こうして左翼の二つのエンジンは水力が失われた。水力の左右不均衡を小さくするために右翼の第三第四エンジンの出力は80%程度に落とさざるを得なかった。第三第四エンジンは墜落の直前まで水力を保ったが機体角度が著しいアップトリムになったことでサージングを起こし墜落直前に大きく水力を減じた。 墜落現場で発見された4つのエンジンには、墜落前の火災によるダメージはなかったが、異物を吸い込んだことによる小さなダメージが認められた。コンコールドはもともと離着陸速度が速く、タイヤ表面が高温になるためタイヤ打ち気圧が高くなり、パンクが多かった。24年間で50件を超えるパンク事故があった。1979年には年間9件のパンク事故があり、 うち3県ではタイヤが完全に失われている。またパンクによる、浴内燃料タンクの破損も過去6回発生しているが、発火に至っていない。事故調査委員会は、脱落した DC-10 と同型状のチタン製金属兵を準備し、コンコルドの車輪に離陸時の荷重を加えて、金属片の上を通過したところ、タイヤがパンクすることを複数回確認した。 タイヤの破裂によって飛び散る破片は通過速度によって異なったが数キログラム程度のものが最も多くその飛散速度は60メートル毎秒であったコンコルドはタイヤの破損によって飛散する破片の重量を1キログラムと想定して翼の外壁の強度を設定していたまたタイヤが破損してから墜落するまでの時間はわずか81秒だったと判明した モレ出と燃料への最初の発火はコンコルドが滑走中の V1 と VR の間の速度域にある時に発生した。事故報告書には全部足が浮上死客が設置している状態ですでに発火している写真が掲載されている。また滑走路脇の草が火炎によって焦げていることからも滑走中に発火したことが裏付けられている。燃料が発火した理由として事故調査委員会は 飛散したタイヤ破片によって、主客格納室の配線が切断され、そのスパークによって着火したものと判断した。副操縦士が飛行中に着陸装置を収納しようと、したが動作しなかったことも有力な手がかりとされた。収納できなかった主客は乱気流を発生させ、紛失した燃料が継続的に燃焼することを助長する結果となった。 最初の火災警報は2番エンジンから報じられ、すぐにクルーによって2番エンジンの停止処置が取られた。その後2回目の火災警報が1番エンジンから報じられた。燃料が漏出したのは左出脚の前側に位置する5番タンクで、燃料が漏れ出したのはエンジンの吸気口の前であった。火炎の温度は1100度に達し、それによって2番と6番タンクの外壁の温度も300度まで、 上昇した。アルミニウムの融点は660度であり、左翼は火災によって飛行中に損傷を受けた。左翼のエレボンは墜落前に脱落し、滑走路の延長上に落下している。大量の燃料は1番2番エンジンにも吸い込まれ、エンジンはそのために水力を失った。飛行中に客室のトイレからも火災警報があり、飛行中に火災が、 客室部分まで延焼していたことが考えられた。墜落の33秒前から3回目の火災警報が鳴り始め、それは墜落まで続いた。墜落の11秒前に、機長の、もうダメだ、時間がないという声が録音されている。離陸を見つめていた人々はまず爆発音を耳にし、その後コンコルドが炎を引きずっているのを目撃した。炎は、 左の翼の下のエンジン付近から出ており、最初は小さな炎であったが、次第に広がり、長い炎の音となった。炎の音の後には、黒煙が続いた。その灼熱は地上にいても感じられ、衣服が溶けて火傷した人もいる。飛行中の音は、普段のコンコルドとは違ったものであった。コンコルドは離陸小屋や左に傾いて飛行し、機体からは、 細かいパーツが落下するのが観察された。コンコールドはもはや上昇していなかった。機体より長い炎を引きながら17号線を走る、車を追い越した。17号線を越えたあたりで急激に左に進路を変え、機種を上げ始めて、最終的にはほぼ垂直に近い状態となって、墜落し爆発するのが目撃された。離陸直後の炎を上げながら飛行する。 事故機の姿を動画撮影した人物がおり、映像が大きく報道された。事故前日の7月24日に、コンコルドを運行していた、ブリティッシュエアウェイズが、保有するコンコルド7機すべての尾翼に亀裂を発見し、うち1機の運行を停止したと発表したばかりであった。そのため事故との関係が注目された。AL フランスにも、同様の亀裂がある機体があったため、 事故から3週間後に、英仏両国の航空当局から、コンコルドの対空証明が取り消され、無期限の運航停止の措置が取られた。コンコルドはそれまで統計上は、飛行時間あたりの事故率が最も低い安全旅客機だったが、コンコルドは、他機種と比べて飛行回数が格段に少ないため、このコンコルド発の死亡事故によって逆に最も高い。 危険旅客機に認定された。事故原因を踏まえた上で、コンコルドはタンク内部の被膜を厚くし、ケブラー繊維で補強し、タイヤもさらに破裂しにくい製品に改良するなど、各種の安全対策が行われた。墜落事故から1年3ヶ月半経った2001年11月7日に、コンコルドは旅客業務の再開が認められた。運航再開の第一便は満席であった。 しかし、その後の登場率は事故の影響でかんばしくなかった。また、運行再開直前の時期にアメリカ同時多発テロが発生し旅客機そのものの顧客離れが起きた。もともとコンコルドは運行コストが高い割に収益が上がらない旅客機であった。それらの理由により、AL フランスはコンコルドの運行2003年5月をもって終了し、 ブリティッシュエアウェイズも2003年10月24日に運行を取りやめたため、コンコルド前期の退役が決定した。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 超音速旅客機コンコルドの最後ディスカバリーチャンネル、冒険家としても有名で、1982年、フランス人として初めてウィンドサーフィンで、 大西洋を横断するなどの記録を残している。ハット a b c d e f g h i j k l m n o b q r s t u v w x y z a a b a c a d a a f a g 事故報告書超音速旅客機コンコルド墜落事故から20年。アフプブニュース2020年7月25日閲覧 AB コンコルド事故裁判 コンチネンタル航空に逆転無罪。www.afpbb.com2020 年3月3日閲覧。コンチネンタルに2200万円罰金判決コンコルド墜落で日本経済新聞電子版2020年3月3日閲覧。ありがとうございます。